大綱の天狗。どうか黒子様、お助けください。伊予から力を注がれた鬼がクロードの行く手に立ちはだかった。闇ガラス、これはわしがなくした巻物。お助けくださりありがとう。呪われたつづらが開き、クロードは鬼の宝を手に入れた。大綱の村に着いた。しかし一目見てわかる、村は死の神に覆われていた。その日、伊予の勢は鬼の精鋭たちを集め、さらに堅牢な守りを固めた。ありがとうございます。恐ろしかった。クロードの頭上に火の矢の雨を降らせようと燃え盛る火の少量がうごめいている。かくしてクロードは山を目指す。民を苦しめる天狗を止め、皆を恐怖に陥れた洞を見つけるために。クロードは苦難を望み、森の遠くに寺がかすかに見えてきた。クロードは道を行く、天狗の生まれる地を晒すために。天狗が破れ、平穏が訪れたかと思いきや、クロードの前に小次郎が現れ、闇ガラス、死んでもらうぞ。小次郎が斬られ、天狗を操る力は失われた。こうして大綱の民に安らぎが戻った。しかし天狗のことはさらなる災いの前触れに過ぎない。